皆さん、こんにちは。タイシチアンランサーギャバンです。えー、本日はですね、8月28日の日曜日、えー、レッスン終わりに動画を撮っております。今、夜の8時過ぎぐらいですかね。えー、春巻選手とですね、えー、平和東京の予選。えー、予選はですね、あの、劇場ステージの上で、えー、生で審査官の方に見ていただくというわけにはいかず、予選は動画を 提出して、えー、動画審査という形となりました。で、えー、動画を、えー、今日レッスンのラストのところで撮りまして、で、実際今、パソコンの方で、えー、取り込んで、えー、提出をしたと。で、提出が完了して、はっていうところでね、えー、一息ついたところであります。えー、っと、まあ、あのー、タタウラーが8月の前半の方にありまして、その後ですね、 えー、二週、えー、ほど、えー、お休みというか、レッスン自体がなかったので、えー、まあ、ご希望いただければ、レッスンするっていう形でやってますんで、まあ、ちょっとね、お休みという期間、えー、設けておりましたけれども、えー、少し、えー、この逆に夏休みの間にですね、春巻選手の、まあ、気持ち的な、気迫的な部分がね、少し、えー、落ちてしまったかなという部分がありましたので、 えー、今日の1時間半のレッスンの中で、えー、修正をさせていただきました。やっぱりこう、あの実際にライバルが隣にいるわけじゃないですし、どんなにイメージしようと思ってもいつもの練習場所っていうところはどうしても脱ぎきれないんですけれども、これをいかに3週間前のあのタタウラーの渋谷の桜ホールに近づけるか、あの緊張感、あの空間、あの匂い、 あの感覚、そしてライバルがいる。中でドンっていうところをいかに引き出すかっていうところがやっぱり難しかったみたいなので、まあ、ちょっとね、あのー、外部からの刺激で少し引き出させるというところでね、えー、指導させていただきました。えー、最終的にはすごく、あのー、いい気迫のこもったですね、演技ができたかなと思いますので、まあ、結果は、 待って、えー、です、ねえー、まあ男性はねどうしても出場者自体が少ないので、えー、おそらく予選は通るんじゃないかなとは思っておりますけれども、えー、決勝に向けてもねやっぱりこう男性であの人数が少ないから予選通るからっていう気持ちでやっぱ受けてほしくないので女性のねたたうらでも 涙も見ました実際にステージの上で呼ばれなかった方の悔しそうな顔3位だけれどもくそ同じ3位でも喜んでいらっしゃる方もいらっしゃいましたしあ、えー、っていうねあ納得されてないんだろうなっていう女性ダンサーの方も僕は見ましたであの表情を忘れないでおこうと思いましたけれども、えー、人数が少ないからといってね、えー、男性ダンサーがーやっぱりこう油断してはいかん いう,ふうに思いますので、えー、まだ見ぬライバルとですね、えー、切磋琢磨して、えー、俺の全力を見ろという気持ちでね、えー、やってもらいたいなと思いましたので少しでも春巻き選手に、えー、この気持ちが届いていればいいなというふうに考えております今回はですね、本チャンの決勝は10月に行われますけれども、えー、平和東京 私と春巻選手のタッグで挑む2回目のコンペティション、平和東,東京ですね。その予選の動画を本日撮ってきました。春巻選手とご家族とですね、足並みを揃えて気迫のこもった演技今回撮れたと思います。あとはですね、決勝に向けて まだ結果が分からなかったとしても、来週以降のレッスンもですね、気合を入れてやっていきたいなと思います。やっぱり普段やってること以上のことっていうのは本番の場では出ないと思いますんで、普段の練習からある程度の水準で練習しておけば、緊張してしまっても何か段取りがおかしくなってしまっても、元々の自力っていうのは、あの、絶対出ますんで、自力で勝負し、そして勝利したいというふうに考えておりますので、引き続き、 え、春巻選手、えー、目線を同じにして頑張っていきましょう。ダッシュアンダーサーギャマでした。ありがとうございました。まるる